俺も待ってたよ。久しぶりだね。皆さん最後まで楽しんでってくださいね。はじめましての人も結構いると思うんですけど、じゃあまず最初に今日の出演者にも皆さんに拍手をぜひ。一番前ラクヤ初出演畑江君の方、イエーイ。石井部長、イエーイ。急遽参加の藤井マー君へ、ザ・トライセプスです。じゃあ最後まで楽しんでってください。
個人的にはめちゃくちゃもう汗が汗俺の汗はほっといてください。暑いよ暑いよなのでちょっとゆるい曲をいこうかな。もう今日の出演者みたいに個性派ぞろいっていうのも本当まさに今日みたいなことを言うんでしょう。本当にいろんな色が世の中あるじゃない。その色が混じった時にまた面白いことが起こるじゃない。だからその先の未来はみんなで作っていこうぜっていう曲です。メニーカラーズ。
オレンジ色の匂いがふわり、振り返れば君がそばにいた。誰かが言ってた、生きてるものは色をまとっていて綺麗。光の粒はそう目に絡む、混じり合って新しい色が生まれてゆく。僕らの未来はどんなんだろう。たくさんの色に包まれるかな。その先にあるものは何なんだろう。これから作っていけばいいさ。ああいいイメージで終盤ですが、3組目ですが、元気は残ってますか？早く早く、まだまだ元気いっぱいです。早く早く
早く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 。じゃあ声出してね。Oh yeah, everybody clap your hands. Oh yeah, everybody say oh yeah, oh yeah, っていう。Oh yeah, everybody clap your hands. Oh yeah, everybody say oh yeah.Oh yeah, everybody
暑い。暑いですか？暑い。暑いよ。暑い。暑い男だから。暑い男っすね。うん、それと汗かきはまた別問題かもしれないね。いやでも本当、皆さん今日はありがとうございます。最後の最後までお互い抜かることなく楽しんでください。でも後半戦行く前に一曲、しっとりした曲を歌いたいと思います。その前になんか引っかかった。皆様、楽屋へようこそ。乾杯。乾杯。飲み干しておかわりしようぜ。すげえ久しぶりにやる曲を。みんなそれぞれ影響を受けた人とかいると思うね。そんな人たちに、まあ、僕もやっぱりいるわけで、恩師みたいな人たちとかね、やっとありがとうって言えるお年頃になりました。おめでとうございます。それどうなんだ。まあ、あの、ありがとうございます。歌えなくなっちゃう。そう、あなたという海の中へっていう曲です。まあそれぞれの恩師頭に浮かべて、この野郎って思う人もいるかもしれないし、ありがとうって思う人もいるかもしれないし、まあいろいろ思い巡らして聴いてください。求めるものはいつも遠いところにあって、ただそれだけを見つめているだけで精一杯。あなたという海の中へ、いつしか飛び込んでた。時には荒い波を越えて、僕は泳いでいる。
も泳いでいる。時には荒い波を越えて、今も探している。ちゃんと聞け最後まで聞けそっから物事始めようか。寂しい。だから最後まで聞けじゃあね、あのせっかくなんで最後2曲、あの皆さんの声や手拍子がっつり欲しいので、みんな元気か。えい元気ですよ。元気ですよ。元気があれば何でもできる。元気ですか。ありがとう。あざって。まあでもね。プロレス大好きなんだよね。昭和のプロレス。俺ねミュージシャンになる前、中学3年生の時に本当に俺プロレスラーになろうと思ってたんですよ。そうで、あの今道の駅プロレスってあるでしょ。あの盛岡、僕盛岡なんですよ出身が。でその道の駅プロレスっていうのができる前に、なんかアマチュアのプロレス団体っていうなんか変な団体がありました。アマチュアなのにプロってなんだろう。でそこに、入門しようとして親に止められたっていう。まあ、行きたかったと。高校入ってからにしなさいって言われて、で高校受験をしてる時に俺ちょっとバカだったんで家庭教師頼んだんですよ。で家庭教師の先生が俺にギター教えてくれて、それでミュージシャンになっちゃった。ああなるほど。そう、うん、だから痛い思いしなくてよかった。そう、そんな経緯があってね。で その時に教えてもらってたギターがこのギターみたいな。おばちゃんからもらう、いとこの親戚のおばちゃんからもらったギター。生まれて初めて手にした楽器がこれなんだよね。それ以上に立派なベーシストになっちゃったから、いいギターを持ってないんですね。音なりゃいいやって。そう、そうなんだ。本当プロレスラーになろうと思って、まあ、プロレスに限らずだけど、夢を、分けてあげられる商売大好きだから、うん、漫画家になりたいと思った時もあったり、でも画力がなくてダメ。で
としたっけな。あ、コメディアンになろうと思ったんだけど、そんなにお笑いのセンスもないし、ダメ。敵屋さんにもなろうと思ったことがあります。うん、なんかね、田舎のお祭りに来るおっちゃんが、陽気なおっちゃんだったんで、あ、いいね。そうだけの理由ですか。あとなぜかわかんないけど、お好み焼き屋さんになりたかったっ。ああ、美味しそうです。なるほど。そう、まあ数々の夢破れ、破れっていうか破れる前に次の夢に僕は向かっちゃってたんで、影響力があったと思う、あの影響力がある人なんだなって、違う、影響を受けやすい人なんだなと思ってくれればそれでいい。影響力ある。俺に影響力がそんなねえ。いや、ありますあります。だからそこで褒めなくていいから。話続かないんだよ。止めちゃう。そこ隣になると危険だな、隣。そう、もういろんな夢があるじゃない。でも夢追っかけてても、負けちゃいそうになったりね、する時とかもあると思うんだけども。あるある。最後。でもね、そんな時でも何度でも失敗したっていいじゃん。何回でも何回でもトライして自分がやりたいことを目指して。希望じゃないかっていう曲を今から歌います。僕らザ・トライステップスっていう、まあ、バンドなんですけれども、そのバンド名にちなんでトライ・モア・ステップっていう曲をやります。この 3言葉なんていうの、ファン単語それをみんなで一緒に言ってみようじゃないか。で、僕がトライって言ったらその後からトライって言ってみてください。モアって言ったらモアって一緒に言ってください。ステップっていうところだけ一緒に言ってみてください。そうするとバシッと決まって、なんかここら辺がおう。で言ってみよう。Everybody say try try more more steps。 ほら負け違うの来た。僕らはトライステップする。この曲はトライモアステップ。ダメなんだ。ダメなんだ。止めてないよね。ステップで止めて。ステップ。そっか、我慢して。わかった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 。行くよ。Try try more more step。Alright、聞いてください。Try more step。Alright。Shine.
shine. Let it snow and let it shine. アコースティックじゃなくバンドスタイルでもライブやります。はい、
サコイキドラム聴きたいときはぜひ来月遊びに来てください。12月の20日です。紹介します。
頑張られてきました。最後までありがとうございます。ありがとうございます。本当に鳴りやまで拍手ありがとうございます。すごいね、各々にいろんなもの持って持ったことないようまで渡された人。すいません、すごい私。なんだあれは、何なの議論。志村けんがこうやってなんかよくやってる。志村けん我慢ガエル持たないでしょ。なんかあったんですよ。木魚っぽくないそれ。なんか志村けんっぽいやつが。あ、そうよ。これ志村けんっぽいですよね。これ後ろにこれ、これ大丈夫だって言ってそうだね。これは電電太鼓でしょ。子供のおもちゃじゃない。大人のおもちゃじゃない。どうやって使うんですか、これ。どうやって使うんですか。面白いですね。ありがとうございます。どうですかね。どういう話しようか。歌声すごい。可愛い感じがありました。違う。いいですね。あー、ありがとうございます。カポ欲しいな。解放権を鳴らしたかったんですけど、まあでも、のんびりやってから全部2曲やっちゃう。ゆっくりしましょう。そうだね、はい。飲む時間なくなっちゃうから。ゆっくりしましょう。じゃあ皆さん改めましてありがとうございます。で最後1曲だけ、あの1曲にしろって怒られちゃいました。ブーブー、大丈夫。あの兄さんたちうまいこと使ってくださいね。あのみんな手をつなごうっていう曲でお別れしたいと思います。なんかしらあると思う。ちょっとそこミュージシャンの探り合いましょう。意外とあった。
風になる。そんな時が来る、その前に
ありがとうございます。よはい、これ聞いたって。